こんにちは。梅ちゃんこと松原美里です。どうも。はい、珍しくですね、定時にこちらの梅チャンネル始めることができました。やったー。はい、そして私はですね、簡単に自己紹介しますと、録画なってますね。OK ですね。はい、保育士コミュニケーション講座というのを、もう8年ほど前から始めておりまして、もともとは、横浜市の保育園に就職をして、そしてその後児童養護施設に転職をして、で、やっぱりそこで子どものためには保護者が幸せに生きることがすごく大切だなというふうに思いまして、保護者と子どもがよりよくため生きるためのきっかけづくりとして、コーチングコミュニケーションというのを学んで、多くの人に役立てていただきたいなというふうに思いました。で、それをやっていく中で、やっぱり一番近くにいるのは子どもたちも慕ってますし、保護者がやっぱり気持ちを許して、そして支え合う二人三脚の関係性を築けるのは保育士さんだなというふうに思いまして、そこから私は保育士コミュニケーション講座というのをスタートしました。はい、当時実は大阪である虐待の事件が流行ったことがあったんですね。何かと言いますと、夜の街で生活をしてました。お母さんが子供たちをアパートに残して、そして夜のお仕事をしている中で、どうしても子供たちの方まで気持ちが行き届かなくて、子供たちマンションかアパートか忘れちゃったんですけれども、亡くなってしまったっていうことがあったんですね。で、そういう中で、お母さんひどいよねって、育児放棄だよねっていうことで、虐待の事件として取り上げられて騒がせたんですけれども、でもその後にいろんな経過を探っていく中で、実はそのお母さんも子供が生まれた時には、うちの子超かわいいのって言ってミクシーに投稿していた。で、そういう中でどうやら時系列で追っていくと、3歳ぐらいの時に離婚したのかな。で、その後ぐらいにどうやら一人で子供たちを育てながら一生懸命生活をしていたような様子を見られたんですね。で、当時保育園にも通っていたということが分かったと。はい、で、とはいえ多分うまくいかなかったんでしょうね。何か事情があって保育園を辞めて、夜の世界にお母さんは入らざるを得なかったようで、そこからはもう転落の人生という形で、どんどん子供たちから心が離れていって、男の人のところに行ってしまったりっていうようなことで事件に至ってしまったようなんですけれども、やっぱりその人には事情があるんですよね。私も児童養護の子どもたちの親御さんと関わっていて、みんな悪気があって子どもを虐待したり、あるいは子ども施設に預けて生活をしているわけではなくて、みんな必死なんですよね。虐待せざるを得ない理由があったり、あるいはサポートしてくれる大人が周りにいなかったりした時に、子どもが悲しい思いをしてしまうような状況に至ってしまう。で、当時私も若かったので、なんでお父さんもっと子どものところに来てくれないんですかっていうふうに責めてしまって、で、どうしても保護者が気持ちが遠のいてしまったり、責められるの嫌ですからね。なんかそんなようなこともあって、正義感だけではやっぱり子どもと保護者をつなげることはできないなと。どうやったら子どものためにも親御さんの気持ちを振り向かせることができるんだろうってすごく悩んだんですね。で、その当時きっかけとなったのがコーチングというコミュニケーションだったんですよ。で、何かっていうふうに言いますと、人の心の内側に火をつけるコミュニケーション。ただ、それは答えを誰かが言うのではなくて、その人の心の奥底にある思いに火を灯していく。コーチという存在は人生の伴走者ですよっていう考え方だったんですよね。で、それに私があって思ったのは、その前に私は吉本バナナが大好きで、よく吉本バナナの本を読んでいたんですけれども、白川よ船っていう短編小説があって、その中に添い寝をする女の人のお話があったんですね。で、そのお話何かっていうと、いろんな男の人が夜な夜な自分の現実を背負って眠れなくてやってくると。その場所には女の人はただただ寄り添って添い寝をしてくれるだけなんだけれども、男の人は寄り添ってもらったことで安心して翌朝帰っていくと。で、ただそのお話の中ですごく残念なのは、
女の人はその訪れる男の人たちの夢をもらってしまって自殺してしまうっていう悲しい設定だったんですよね。で、そのお話自体の結末はちょっと胸が痛いものだったんですが、私のこう、あっていうふうに気づきになったのは、本人が力を持っていて、そこに寄り添う人がいることで元気になれるっていう、その部分だったんですよね。で、こういうお仕事が本当にあるのかどうかはともかくとして、もしかしたら私はコーチングっていうのが、その人の内側にある力に火を灯して、人生をより力強く生きていくようなサポートになるんじゃないかなというふうに思いまして、そこから児童養護のお仕事を辞めて、で、コーチング学んで、それを実際に保育士コミュニケーション講座ですとか、いろいろなところに活かしていくようになりました。で、やっていく中で、いろいろなテーマで保育士さん向けの講座をやってきたんですけれども、例えば、そうですね。私が一番最初にやりたかったのは、実は1年目の保育園辞めるきっかけとなったのが、なかなかやっぱりこう残業が多かったり、あとはコミュニケーションがこうなんかうまく行き届かなかったり、親御さんや子どもの前ではすごく優しい先輩が職員だけの場になるとものすごい冷たかったりとかですね、そのギャップにこう苦しんでしまったりっていうこともあって、でやっぱりそのコミュニケーションというものが現場を支えていく力になる。悪い意味でもいい意味でも、これは大事なきっかけになるんじゃないかというふうに思いまして、私は保育現場をサポートする一つのきっかけとして、保育現場がより働きやすくなるようなサポートはできないだろうかというふうに思ったんです。そこで保育士さんたちがもっと笑顔になっていって、仕事の醍醐味に気がついて、というのも、保育現場私離れて児童養護を辞めた後に、コーチングの業界でいろんな人材採用の人たちと関わったんですね。で、それこそ大手の会社の方もいれば、様々な福祉施設ですとか、バラエティ豊かな仲間たちだったんですけれども、そこでやっぱりみんな口々に言うのが、やっぱり人っていうのが社会を支えているよねって。で、社会を支える人の大人になった今を変えようとしても、なかなか人って背負ってきたものがあって、そう簡単には変わらないと。ただその人の人格が形成される一番基礎となる幼児期、この基礎が培われる0歳、1歳、2歳、3、4、5歳の部分、6歳か今 この部分であれば、もっと何かいろいろな可能性を模索することができるんじゃないだろうかということで、人事の現場や教育を見てきた方たちがまさに保育の現場に着目をしていたんですよ。それを見た時に、私は実は保育士辞める時に、特に児童養護の現場にいましたので、自分が何にもできない無力感を感じていたんです。どんなに思っても子どもたちにとってこう親以上にはなれない。しかもですね、なんかこう親にもいろんな思いを伝えたくてもうまく伝えられない自分のもどかしさがあったんです。で、そういう中でもちろん現場を支える人ってすごく大切ですし、いいことやってるなって、私大好きなお仕事だったので、もう一回就職するならぜひそこにしたいって思ってたぐらい大好きだったんですけど、一方でもしかしたら私は世間を知らないじゃないだろうかって、この保育の世界しか知らないっていうことは、ちょっと世間から離れた場所で生活をしているってことなんじゃないだろうかというふうにコンプレックスも感じていたんですね。ところが、そんなふうにいろいろな現場で、実際に人材採用の現場で関わってきた方たちや、教育を見てきた方たちから、幼児教育こそが人格形成の要だっていうお話を聞いたときに、ああ、やっぱり鍵はここにあるんだって。私が大事にしてきた幼児教育や保育っていうのは、やっぱり日本の基礎を作る大事なもの、未来を作るものなんだということに気がついたんですね。で、そこから改めて保育の現場に携わっていく人たちにもっともっと元気になってもらいたいし、誇りを持ってもらいたいなと、この仕事をしているってことは未来を作ってるんだっていう誇りを持っていただきたいなというふうに思うようになりました。で、そういう中で実際に講座をやっていたところ、ひょんなご縁で横浜市の保育園の施設長をやらせていただくご縁をいただきました。
で、そこで実際自分が講座でやってきたことを現場の先生たちと一緒に試行錯誤しながらやらせてもらう機会をいただいたんですけれども、そういうところから現在のこの講座の構成ですとかエピソードですとかいろんなお話をさせていただいたりしてるんですね。で、今日のテーマというのが残業をなくし減らしたい、で、有給を取りたいというテーマ、この2大テーマになってるんですが、ここら辺もやっぱり現場から上がってきた声や現場の葛藤を踏まえてお話をしていきたいなと思っています。はい。というわけで、残業や有給というものなんですけれども、保育の現場で、というかですね、私も働いて保育園児童養護施設というふうに過ごしていた頃は、そもそもですね、残業っていう言葉は口にしちゃいけないと思ってました。特に1年目の保育園の時はですね。何かっていうと、早番でもし7時半から働いたとしてもですね、先輩たちが夕方帰らないんですよ。自分たちのこうシフトが終わっても何か行事の作り物があったり、あるいは壁面変えるとか、子どもの明日の保育の準備をするとか、あるいは情報共有でお話をしているとか、なんかありますよね。で、そうすると、ああ、私仕事終わったんだけどな、そろそろ、ああ、帰りたいな、なんていうふうに思ってもですね、帰ろうとした素振りを見せようものなら、え？先生何？帰りたいの？え？私たちより先に帰ろうっていうの？っていうような感じでですね、とんでもないです、とんでもないです。何かやることありますか？って言って、こうやっぱりしもべのようにですね、どんどん仕事探していくので、永遠に帰る雰囲気にならないんですよ。で、辛かったのは夜11時まで、行事の前に残ってお仕事してた時ですね。幸い近くに住んでいたので、電車の時間とか全く気にはならなかったんですけれども、精神的につらかったです。それでもやっぱり朝8時には普通班で出勤しないといけなかったですし、何よりですね、残業の仕事っていうよりもメンタルに来るんですね、あれ残業せざるを得ない環境っていうのが。はい。で、あれはやっぱ良くないなぁなんていうふうに思っていたのと、あとは環境が良くてもっていうお話ですね。はい、残業が私の中で文化として定着してしまったのは、多分完全に児童養護の時代のことですね。はい。子供たちいるんですよ、常に。365日24時間。で、そうすると、自分がもし勤務の時間が1時から10時だとしても、その間、こう記録を書いて子供たちも寝かしつけ終わったとしても、情報共有そこからしたいんですよ。あと、時間があるなら、終わってない書類やっちゃいたいんですよ。で、そういうわけで、なんか時間ある限り残って仕事してしまったりですとか、あと泊まりの勤務がもしあって、例えばそうですね、夜中泊まりをして明け方トイレ掃除をして記録を書いて10時に上がるっていう設定になってるんですけども、だいたい眠いんですね。なので、あんまり記録書くのが進まないっていうのも一つありますし、記録書き終わるか終わらないかぐらいでですね、子供たちが覗きに来るんですよ。こうやって、松原お兄さん、何してるの？何でもないよとか言ってですね、楽しくなっちゃうんですね。で、なんかこう、しょぼんとしてる子供とかいたら、あれ？最近寂しい感じなの？お出かけとかしちゃう？とか言ってですね、プライベートの時間でね、一緒にお出かけを楽しんだりですとか、ね、男の子をお風呂に連れてって一緒にお風呂入ったりとかですね、お買い物とかお出かけね、そんなようなことも私の中のすごく楽しい思い出なので、それは自分にとって残業とか業務とか業務外っていう感覚が全くなかったんですよ。で、その感覚のまま私は保育業界を去りまして、で、もう一回復帰したのが多分7年後ぐらいですね。ブランクが空いて、いや、7年かな。2005年に辞めて2011年に復活しているので、6年か。はい。ブランクが空いてるんですけども、突然施設長だったんですよ。はい。施設長として私が復帰しました。で、当時は、私の概念としては、残業とか、有給とか、そういうものっていうのは、あまり言っちゃいけないもの、なんかこう特に触れなくてもいい空気みたいなものって思ってたんですよ。はい。ところがですね、そちらの私が再就職をした縁というのは、学校法人で上に大きな
学園がありました。で、その学園もいろんな文化があって、で、経緯もあるわけですね。昔はいっぱい残業もしてたけれども、でもこうある時期からやっぱりいろんな法律もありますし、中にいる人からの声によって残業するのは良くないねと、なるべくやっぱり社会の中の常識にのっとって残業を減らして、で、働く人が気持ちよく生活ができるように業務を改善していくことが必要だよねというふうなことを大々的に掲げている園だったんですね。で、私たちはですね、業務の改善といっても、まあ、机上の空論でしょって、そんなのできたら苦労してないよねって、でも保育の業界じゃ無理だよねって言ってたんですよね。で、ところがですね、ある程度やり過ごしていたんですけれども、ある時にがっつり上からですね、命令が降りてきまして、何かというと、その日の勤務時間を克明に記録しろっていうんですね。嘘をつくなと。何時に出勤して、その間どのような仕事をして、で、終わったのは何時なのか。ちなみに、持ち帰りの仕事はどのぐらいありましたか？ということなんですね。で、そこまで言われると、まあ一応じゃあ、書いてみますか？まあ書いたところで減らないけどね、なんて言いながらみんなで書いてたんですけど、がっつり注意命令が降りたんですよ。何やってんだと。これは言い訳だと。業務を改善しないのは残業して仕事してる気になってるだけであって言い訳だよねっていうふうに言われたんですね。で、何を隠そう、私自身も自分が施設長になってからどこまで自分がこの仕事を終えたらいいのか、どこまでやったら終わりになるのかが全く見えなくて、毎日ですね、なんだかんだ言って朝7時半に出勤して、なんか意味もなくなのか、もしくは焦りに駆られて夜9時とか10時まで残って仕事してたんですよね。で、ところがそうすると漏れなく翌日も眠いんですよ。その当時通勤に40分かけてましたので、お家に帰って、もう帰る前にラーメンとかかっこんで食べて、でもう家に帰ったら寝るだけで、翌朝またすぐ出勤するんですけれども、ね、それと漏れなく私講師の仕事を並行でやっていたんですね。なので帰って依頼をいただいた講師のレジュメを作成したりですとか、なんか担当さんとのやり取りをしたりですとかっていうのを業務の合間にも家に帰ってからもやっていたので、で、なんか動画を撮影するチャンスとかいただいてですね、もうほぼ寝る時間を惜しんで作ってたんですよ。そしたらですね、なんかやっぱり部下から何ですかね、報告連絡相談が上がってくる時間帯、その当時やっぱり子どもたちが午睡に入る1時から2時半3時前ぐらいが一番多かったんですね。で、この時間帯にだいたい眠くなるんですよ。これね、悲しいことなんですけれども、ご飯を食べて消化が始まりますでしょう。そうするとお腹すくね、ぐるぐるってこう、そこにエネルギーがいりますので、部下が一生懸命、先生、何々の行事なんですけれども、こうやろうと思ってるんですけど、どう思いますか？って言って、ああ、いいんじゃないかな。でもここはこうした方がいいんじゃないかなって言いながら、多分眠そうだったんでしょうね。なんかいろいろありましてね、その当時、並行して360度フィードバックっていうのを取ったんですよ。つまり部下に上司のことどう思ってますかっていう匿名のアンケートを私自腹を切って自分で CTI ジャパンのリーダーシッププログラムかな、TLC のプログラムに依頼をして受けたんですよ。まあ、いろいろ問題が勃発してましたのでね。で、そしたら部下からのフィードバックで、眠いなら家で寝ろって書いてあったんですよ。眠いなら家で寝ろですよ。はい。つまり私が報告連絡相談を受けるときに眠そうにしてたのが部下にとってすごい不満だったんですよ。不快だったんですよね。そりゃそうですよね。どんなにそれ以外の時間で一生懸命仕事してても、一番のこのコアタイム、特に先生たちにとってみると、多分1時から2時半3時前ぐらいまでが一番その上司である私とコミュニケーションが取りやすい時間帯なんですよ。それなのにそのコアタイム眠そうにしてると、いつコミュニケーション取るんじゃーっていう話になるわけですね。というわけで、まあもちろん5時以降、その当時たくさん残業してたのでいたんですけど、
ぱ先生たちもその時間帯は自分の仕事をやりたいので、そんなにこう話しかけてこなかったんですよね、当時は。私自身もすごいそこで反省をして、あとはすごい悔しかったんですよね。眠いなら家で寝ろと。クソ、寝てやるよ、家でと思ったわけですよ。で、じゃあどうしたらいいのかっていうふうに考えたときに、やっぱりその仕事を見直したんですね。もしかしたらここで大事なとこなんですけど、仕事をたくさんしている、長い時間仕事をしていることが、自分が安心するための安心材料になっていた。自分の存在意義を確認するための勤務時間の長さだったんじゃないかっていうことに、嫌なんですけど気づいちゃったんですよ。そもそも私、施設長の仕事が何なのか自信がなかったんです、その当時。なので、長い時間いることによって、なんか一生懸命仕事してるよっていうことを自分で確認したかったのかもしれないんですよね。でも、大間違いよってことに気づいたわけですね。まあ、何かっていうと、多分そこで私が感じたのは、上司の仕事は長い時間働くことじゃなくて、部下が一番相談したいタイミングで背中を押してあげられることだって思ったんですよ。そうすれば最小限の力で部下の力を後押しすることができる。で、部下が持ってる力を上司に後押ししてもらうことで、ドーンと勢いついて前に進んでいくことができる。多分これこそが私の役割で、もしかしたらここだけに特化してもいいぐらいなんじゃないだろうかと。まあもちろんそれ以外のお仕事は、部下が相談に来ない時間帯にね、朝、昼、あとは、まあ、夕方の保育の時間帯とかに集中的にやるんですけどね。はい。っていうことで、業務の効率化、まず自分からやらなきゃなっていうふうに思いました。で、結果、あんなに残業大好きだったのに はい。私はですね、毎日だいたい6時に帰ってましたね。はい。7時に出勤して、だいたい、まあそうですね、あと最後の方は、やっぱ昼眠くなるので、みんなに昼寝しませんかって提案したんですよ。ね。10分でも15分でも30分でもいいから、昼寝したらみんな楽になるんじゃないかなとか言って言ったら、したい人だけしてくださいって言われたんですね。で、したい人だけって。え、なんでって言ったら、昼寝してる時間あったら早く仕事を終わらせて、私たち帰りたいですって。まあ、それは先生たちも効率化に目覚めたからなんですよ。まあ、そんなわけで、まあ、昼のだいたい1時10分前ぐらいから、こうやってガーって机で仮眠するんですけどね。で、先生たちが相談に来たぐらいの時間にお目目ばっちりなんですよ。で、どうした？何があった？いいね、行ってみよう！みたいな感じでですね、どんどん先生たちの背中を押したりして、というかもう、すごいうちの先生たちできる人たちだったので、話聞くだけでよかったんですよ。そこが大事なとこだったんです。で、結果、まあ、5時半ぐらいから帰り支度するんですけども、6時前にいろんな先生たちに声かけて、先生帰るよ、帰るよ、帰るよ。私この後研修だからとか、私この後飲みに行くからとかいう感じで声かけて、なんか変わったことない？大丈夫？あ、そう、じゃあ、あとは任せたっていう感じでですね。そこでだいたい6時から6時半前には園を出て、当時横浜の保育園だったので、横浜に友達とご飯を食べに行ったりですとか、あとは東京でやってる仲間の勉強会に参加したり、気になってる研修に参加したりっていうことで、あとはよく私、ラブ網走っていう活動をしてるんですけれども、そこでやっぱり地域のいろんな人たちのつながりがあったり、東京に出てきているどさんこの会があったりしたので、そういうところに足を運んで、で、私は保育の業界から出ていくんですけども、それ以外の皆さんは、まあ、例えば道庁からの出向の人たちだったり、あるいはいろんな会社に勤めているけれども地元が北海道ですよっていう方たちだったり、いろんな人たちと、いろんな業界の人たちと情報交換ができたんですよ。それによって社会の中にいる自分の保育に関わる存在意義っていうところも確認ができましたし、社会の中でどんな話題が今メジャーになっていて、何が起こっているのか、それに対して私は保育の現場で何ができるのかということを考えるいい情報収集の機会にもなっていました。はい。で、そういったことを当時、毎週木曜日に、グッド&ニューっていうね、コーナーを設けましてね、最近自分で起こっていたいいこと、新しいこと、あるいは楽しかったこと、発見なんかを、
一人一言ずつ言ってね、ぐるっと回していく機会があったんですけども、そこで昨日は北海道東京会議があって、そこでこういうお話聞きました、これ保育にも通じますよね、で皆さんもぜひね一個覚えておいてくださいねって言って伝えて、で先生たちもそれぞれコンサート行ってきましたとか、どこどこのホットケーキ食べてきましたとか、なんかちょっとデート的なことしてきましたじゃないですけどね、そんなお話が出てきたり、卒園児と街で出会ってすごく嬉しかったですとか、そんなお話をしてもらって、でそれを紙にメモとして残して、その後朝の会出られなかった先生たちもみんなで情報共有をしてたんですね。でそうすると終わった後の時間によって得られるそういう豊かな学びだったり気づきだったり、自分の仕事以外のプライベートがもたらす豊かさっていうものをみんなと分かち合えたんですね。で分かち合うことによって刺激をもらって、ああすごい先生たちこんなことやってんだ、じゃあ私もちょっといろんなところで情報収集してこよう、遊んでこようってね、芸の肥やし増やしてこようっていう感じで、どんどんこういい循環が回っていくってところがありました。で有給に関しては、私も有給ってまたまたね、言っちゃいけない言葉ナンバーワンだと思ってたんですよ。で有給がついてるっていうのは薄々新人の頃から気づいてましたよ。だけど欲しいなんて言えませんって言ったもんなら、あなた有給欲しいの？有給っていうのはね、業務でゆとりがあるときに取ってもいいことになってるけど、大体は体調不良のために取っといた方がいいのよ、自分からは言うものじゃないの、なんてことをね、まあ大体最初の縁で言われたわけですよ。でそうすると、すいません、そういうもんなんですね、わかりました、あ、別に有給なんて欲しくありません、あ、大丈夫です、ってそんなような感じでですね、何でもないです、いただけるんですか有給って、そんなようなね感じだったわけですよ。ね、ところがですね、はい、これまたね、楽しいことにと言いますか、本当にサプライズな感じなんですけれども、まあ、やっぱり施設長をしている時にある先生から、先生、私来年度でも今年度でも辞めるので、今残りの有給が40日あるんですよ。でこの40日分、2月と3月で使いたいので、私2月と3月休みますからよろしくお願いしますって言われたんですよ。先生今何て言いました？2月と3月有給でお休みするって意味ですか？いやでも先生担任ですよね。担任1人ですよね。もう1人もちろんいますけど、でも非常勤の先生と組んでらっしゃいますよね。ちょっと日本語が理解できないんですけどってお話ししたんですけども、いえだって有給は権利ですから、取りますよ私。って言ってですね、全然聞かないんですね。でケンケンガクガクやってみたんですけど、一向に折り合いがつかなくて、もう学園の本部の方にね、実はこんな事件が起きてまして、どうしたらいいんですか先生って言ったんですよ。そしたらね、本部の先生から「松原さん、いいこと教えてあげるね、有給ってね、残念ながら権利なんだよ」って言われたんです。権利ですか？もう当時私は有給なんてダメだよね、何言ってんのって、それもう上からの命令だよって言ってあげるからっていうふうに言ってもらえると期待して振ったんですよ。ところが有給は権利ですっていう言葉が降りてきちゃったんですね。何言ってんのか日本語が理解できませんっていうふうになっちゃったわけなんですよ。でそんなわけで、じゃあどうしたらいいんですか？ね、就業基本法あるでしょって。で、就業法の載ってる本見てごらんって。ね、有給は権利ですよって、本人が申請した場合には取る権利があるんだよって書いてあるでしょ、何ページ見た？って言いましたけど、でも、なんかでも、これって現場回らないんですけど、困ったね、どうする？って、そこはやっぱなんとかするのは先生の役割だよねっていうふうに言われたわけなんですね。すごい悩んじゃってですね、本人はもう会議もイベントも全てブッチして休みたいと言っている。で本人以外の他の先生たちに相談したんですよ。どうしよう先生、困った、どうしようって。そしたら、もうしょうがないですよ、
私たち代わりばんこで入るんで、どうしても出る、その行事と職員会議だけはね、そこだけは出てもらいましょうって言って、その年はやり過ごしたんですよ。でも、私の中で、一人こういうね、やっぱり前例ができると、その後も、権利ですっていう人が増えると思ったんですね。ということはですよ。やっぱりね、正当に有給を消化していくべきなんじゃないかって思ったんです。で、有給との付き合い方にすごい悩んで、で、いろんなその勉強会とかね、探したんですけども、いかに有給を使うかなんて、なんかあんまりないんですよ。で、しかも業態が違うので、例えば一般の企業であれば、9時5時で勤務の時間決まってますし、その人が一回休んだとしても、他の日で調整を取ることができるんですね。ところが、保育の業界の独特のところは、常に always 子供がいるんですよ。子供は毎日出勤します。あ、登園します。で、先生はシフト制で成り立っていますし、そういうわけで、たとえ40日残ってますって言われても、担任が来ないわけにいかないんですよ。なので、どうしよう、保育業界でこういうふうに、有給を上手に取ってる人の事例を聞きたいなと思って、保育、有給、消化、全部消化とかですね、そんなような言葉を入れて、ですごいこういろんな研修を探したんですよ。で、事例も探したんですけども、残念ながら、該当するそういう園の紹介っていうのはなくてですね、当時、日本財団がやっていた働き方とか、そういう業務を効率化して、多分、イクボスとか、そういうのの先駆けのようなことをディスカッションで行う場があったんですね。で、そこに来ていた人たちが、やっぱり、いかに定時で帰るのか。で、第三の、家庭を第一に、職場を第二、そして自分の人生を輝かせるっていう、そういう取り組みに励んでいる方たちだったので、すごい誰に相談していいかわからなくて手を挙げたんですよね。すいませんって。私、保育の、保育園の施設長をやってるんですけどって、こういう事情でどうやったら上手に有給を活用できるのか、シフト制なのでどうしていいのかちょっとよく分からなくて、って皆さんの事例が皆さんがそれに対して答えを持ってるかどうかも分かんないんですけど、ご相談させていただけますかって言って聞いたんですよね。で、そしたらある人が「あ、自分ね」って、自分自身じゃないけど保育園で実際にそういうことをやってる仲間がいるから、紹介してあげようかっていうふうに言ってくれたんですよね。で、それが、ファザリングジャパンのつながりの方で、で、私その頃からファザリングジャパンにちょっとアンテナが立っていたんですけれども、で、いろいろお話を聞かせてもらって、事例を見せてもらった時に、確かその方の園は、保育園は働き方大賞を受賞されていたんですよね。で、やってる内容を見せていただいたところ、有給を取るための取り組み、業務を効率化させるための取り組みとして、年間で、年初に1年間の予定表を作って、その中でみんなで順番に有給の希望を入れていったそうなんですよ。で、そしたら、お互いにこう被ったところは調整ねっていうふうにしながらも、やっぱり保育園なので、絶対行事がある前後って休めないのはみんな分かってるんですね。なので、お互いに譲り合いながらも、そういう有給が取りやすいような、そしてお互いが気持ちよく働けるようなやり取りをして、結果、取得のパーセンテージが8割か9割を超えたっていうお話だったんですね。で、おーっと思ってですね、これはいいかもしれないなって思いました。で、そんなわけで、園に戻って、実際に先生たちとね、会議の時に、有給の消化についてっていう議題を私の方で挙げて、で、みんなって、昨年度末はみんなにすごい迷惑かけたよねって、でもみんな協力してくれたので、なんとか乗り越えられましたよってね、お話をしたんですよ。ただ、正直なところ、みんな、あれ見てどう思った？って。ね、もしかしたら、ちょっと大変だな、迷惑だなって思う気持ちもあったと思うけど、ぶっちゃけどこかで、私も撮りたいな、いいなって思わなかった？って。私も正直なところ言うと、くそーって、
私だって取りたいよって心の中で思っちゃったのよってね。だけど無理だ無理だと思ってたから、なんか結局あんなことになっちゃったんだけどねって。どう？有給取りたい？それとも別にいい？って聞いたら、みんなね、顔がちょっと変わったんですね。で、目線がこうさまようんですよ。あーって、あー、みんなやっぱり考えてたんだなって。で、大きな声では言わないけど心の中で思ってることが出てきてるってわけですよね。で、そんなわけでちょっとじゃあ有給本当は取りたい人って聞いたら、みんなざわざわざわってして、はーいって手を挙げたんですよ。だよねだよねだよね、取りたいよねって、そうだよねって、じゃあどうやったら取れるかなって言って、みんなで考えましょうってなった時に、実はある保育園でこんな事例があるそうなんですよ。年間予定表を出してそこに入れてもらうんですって。で、こういうのやってみるのもいいかもしれませんよねって。そしたらなんかみんなパーって目が明るくなってですね、ああじゃあやってみましょうか、ね、じゃあ年間予定表を出していつだったらできるのかっていうのをちょっと考えましょうよ。ちなみに休みが取れそうな時期ってあります？っていつ思い浮かびます？って聞いたんですよ。そしたらある先生が、やっぱりあれかなって、4月の最初は子どもたち大変だけど、後半の方、ゴールデンウィークの前あたりだとまとまってきたクラスだと休み取れますよね、とか、あとあれですよね、ゴールデンウィーク明け一回戻るけど、その後から次の行事までの6月の前半とか、そのぐらいまでって結構取れるかもしれないですよね。で、夏休みになると夏休みでまた休みの日数が増えたりするので、そこはもちろん休むので休みくっつけてもらえたらいいなと思うんですけど、あとあれですかねって、運動会終わった後からクリスマス会の前までのあたりは結構穴場かもしれませんね、とか、あと冬休みももちろん帰省とかみんなあるので、その辺は予定が入り組むんですけども、例えば1月の年明け新年集会終わった後から2月のその節分集会の前ぐらいまで、この手前あたりまでだったら係じゃなければいけますよね、とかいう感じでですね、どん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 そのアイデアが出てきたんですね。ああなるほどねって、確かにそうだよねって、なんで私たち休めないと思ってたんだろうねって、これ思い込みだねっていう話をして、で、そしたらジムの先生がね、私じゃあ年間予定表作りましょうかって言ってくださって、早速その表をシフト表に挟んでみんなでね書き込むようになりました。でもね、最初はやっぱりなかなか新人さん書き込みにくいので、最初ベテランさんからね、私じゃあどこどこで休み取ってロサンゼルス行きたいとかね、なんか、そうなんですか、じゃあ私もグアムに行きたいとか言って、みんなこうざわざわし始めるんですよ。で、そんなところから、少しずつ予定を入れていって、で、見てるうちに私もね、どっか海外行きたくなったんですよ。だったら私もニューヨーク行きたい、ニューヨーク行ってもいいかとか言ったら、みんながいいぞとか言って、社長も行ってきたらいいじゃないですか、いつ行きたいんですかとか言われてですね。で、その当時は、確か10月の終わりから11月の初めまで、ニューヨークに旅行に行くことに決めました。はい、で、そんなわけでそこに向けて英会話イオンに通ったんですね。はい、宿題もいっぱい出ましたし、毎週ね、そこに向けていっぱいレッスンしたんですけどもね、実際ニューヨークに行って使えたかっていうと、はい、友達が案内してくれたので日本語で喋っちゃいましたっていうね、オチはあるんですけれども、ただ行ったことによって視野がすごい広がりました。自分たちが生活している日本だけじゃなくて、アメリカではいろんな人種がいるので、やっぱり違うんだって気づく出来事がいっぱいあったんですよ。で、そのうちの一つが、まず空港で私どっちの出口に行ったら友達と会えるのか分からなくて、Excuse me, excuse me って言って手を挙げたんですよ。で、わんさか人がいるので後ろに並びました。で、並んで自分の順番が来るのを待って、やってるんですけど、ガンガン人が割り込んでくるんですよ、ね、いろんな色の人たちがどんどん割り込んできて、おいおいおい、あ、I want you なんだかんだかってガンガン言うんですよ。で、そうするとその窓口にいるお姉さんもにこやかに割り込んできた人に対応するんですよ。え、何、私待ってるんですけどずっとって思ってですね、ここでハッて気づくんですね。待ってちゃダメなんだ、
待ってて順番が来るのは日本だけなのかもしれない。で、そこでパーンってね、こうちょっと自分に目が覚めるんですね。いかん、自己主張しなきゃって思うんですよ。で、そこで、あ、I want to meet my friends とか言ってですね、無理やりこうね、わけのわかんない英語を、ね、打ち込んでですね、Where I go とか言ってですね、こう聞くんですよ。そしたら、here, there, almost there みたいな感じで言われてですね、Oh, I see とか言って行くんですけども、もうゼハーですよね。それまで控えめにとか順番をとか思ってきた私の概念ぶっ飛んだんですよ。あ、ここに来たらここのやり方に自分は従わなくちゃ。郷に入っては郷に従えって言いますけど、そういうことなんだって思ったんです。で、そこで、ちょっと待てよって。ね、これって私も今ニューヨークに来てこれですけど、これから先、今保育園で見てる子供たちが出ていく社会って、これなんじゃないだろうかって思ったんですよ。例えば、20年後、30年後の社会が、もっともっと世界の枠を超えた融合した地球になっているとしたら、あるいは日本の国力が少しずつ下がっていって、いろんな国の人たちがこう力を増していって、日本だけでは成り立たないような社会になってきた時に、いろんな国の人とカンバセーションすることが、会話することが必要になっていきますよね。で、その時に英語が話せるとかいう次元じゃないんですよ、きっと。話せた上でいかに自分の思いを伝えて、そこでやり取りしていくことができるかっていう、そこにコミットしないと、まあなんかルー大柴みたいになってきちゃうんですけどね、そこにコミットしないと生き残っていけないんじゃないだろうか、対等にやり取りってできないんじゃないだろうかっていうことに、そこで私はすごい気づいたんですよ。で、もちろん旅行自体も楽しかったですし、いろんなね、写真も撮って、ブルーノートのニューヨークに行ってケニー・ジーの音楽聴いたりですとかね、その日はハロウィンでニューヨークのハロウィンのパーティー見たりですとかね、あと「オペラ座の怪人」だったかな、実際にあそこでブロードウェイで見せてもらったりですとか、すごいいろんな体験ができたんですけれども、何より私が一番持ち帰ったのはそのアンテナだったんですよ。つまり20年後、30年後の社会で対等に生きていける子供をいかに育てていくことができるか。というわけで、帰ってから、みんな聞いてくれ、私のニューヨークでの気づきはこれなんだって言って、会議の中でもどうやったら自発性だったり自分の思いを伝えられる子どもに育てていけるんだろうかっていう、このことを保育の中の大事な指針の一つとして植え込んでやっていくために、先生たちとそれを、保育の中で言うと、例えば0歳だと自分の思いを言うときにちゃんと耳を傾けて待つっていうことだったり、2歳だとイヤイヤ期でいっぱいこういろんな思いが出てくるけども、それは思いを伝えようとしている大事なステップだから大いにやったらいいよねって、もっと歓迎しようよっていう風土になっていったりとか、4歳5歳の子がこういろんなやり取りをしているときに耳を傾けてじっと待つっていうことをしてみようとか、もっと言いたいことを言えなくて手が出ちゃう子に対しては、あなた本当はどう言いたかったの？って、どうやって表現したらよかったの？って寄り添ってみようよとか、そんなような感じで保育に実際にその体験が生きてきました。で、そんな思いをしたのは私たちだけではなくって、みんないろんなところでね、楽しい思いをしながら必ず何か持ち帰るんですね。で、そんなわけで楽しい写真やお土産とともに自分の体験を保育に流し込んでいく。その人自身が豊かな資質となってリフレッシュをすることによってこう成長して、その上で成長した自分として子供に関わるっていうことが、有給を推進することによって実現していったんですね。それはすごく画期的な気づきでしたね。で、みんなあまりにもいい写真見せてくれるので、私先生たちの写真をね、200枚ぐらい印刷して、100枚ぐらいかな、でビーって何でしたっけ、濡れないラミネートですね。ラミネートしたものを子どもたちのクラスに回してね、これはね、モンサンミッシェルだよとかね、これはどこどこの国の何々さんだよとかいう感じで、子どもたちにね、紹介をしていくようなこともしてみました。はい、それによって世界に目がいって、この人たちが将来生きるであろう世界の土壌を身近に感じることができたらいいなって思ったんです。はい、そんなわけで、有給を取ることの意義だったり、リフレッシュの効果だったり、保育者の資質を上げるっていうことのお話をしたんですけれども、そうですね、まあ、業務の効率化、
そして有給を取ることの何よりの多分メリット、いいことかなと思うのは、そうですね、そのためにまずみんな必要な業務を見つめ直すんですよ。例えば、いつからいつまで、ある先生がフロリダのディズニーランドに新婚旅行で2週間行ったんですね。で、その2週間取るために彼女はですね、ものすごい知恵使ったんですよ。いついつまでにこの担当の係をこういうふうに割り振って、どこどこに根回しをして、どこまで準備をしておけばいいのか。で、そのやり取りを同時進行で何本も何本もあるわけですけど、保育者っていうのは。それ全部棚卸しして、で、ことごとく自分が振って、相手と双方の確認をして、私が帰ってくるまでにこの状態にしておいてもらえますか。で、もし何か困ったことがあったら、こういうふうに対策を打っていただけますかっていうことで、もう彼女本当に見事だったのは、リスクヘッジまで全部入れて役割を振っていったんですよ。なので、その間彼女に連絡を入れること、私がね、先生元気、今どこにいるの、フロリダのディズニーランドですよって LINE で帰ってきたぐらいですね。そのぐらいの、スパン、いなくても仕事が回っていたんですよ。で、回っていて、その様子を見ていた後輩たちは、その完璧な根回しぶり、あとは段取りの力ですよね、からすごく学ばせてもらってたんですよ。つまり自分の業務を、なんかわかんないけど追われちゃうから、棚卸しをする。で、自分だけではなくて他の人の、どうやったらやりやすくなるかっていうことを考える。で、タイムスケジュールを組む。根回しをする。で、リスクヘッジ。つまり、何かもしものことが起こったらどうするのかっていう、その、もしもを可能な限り書き出すんですね。で、何が起こっても大丈夫なように対策を打っていくっていう、これ、セルフマネジメントの力がものすごいついたんですよ。人ってね、遊ぶためには、すごい楽しむためには努力を惜しまない生き物なんですよ。なので、その労力の分だけ、その人自身が保育人材として急速に成長したっていうことなんです。で、この人の姿を見ていた後輩さんたちは、ワキワキしてくるんですね。すごい先生、なんであんなことできちゃうの？私も頑張ってグアム行くわ。私もハワイ行くわ。どこどこ行くわ。家族で旅行したいわ。とか。あとは、介護している職員がいたんですけれども、やっぱり介護って言いにくいんですね。毎日のことですし、特別なことかっていうと、特別ではないかもしれない。そして、できれば終わってほしくないことでもあるんですよね。大切なお父さんやお母さんが人生の今、節目でそういう状況になっていますけれども、やっぱり感謝の気持ちもありますし、できれば寄り添って何かしてあげたい。とはいえ、一人で抱え込むのは大変なので、家族内でもチームワークを組んでやることがあるんですけれども、そんな時にやっぱり家族のローテーションが回ってきて、この日は休む必要がある、母の病院に行く必要がある、で、やっぱりいろいろあるんですよね。で、けれども、この時みんなが休みを取っていなかったり、みんなこう残業している文化の中ではものすごい言いにくいんですよ。あ、すいません、ちょっと母の病院がってなると、なんであなただけ？ いいわよね、あなたはそうやって、介護だからっていうのは言わないですけど、空気になるんですね。これ言わなくても空気感出たらもう犯罪ですからね。これ多分、介護ってマタハラに入るそうなんですよ。マタニティハラスメントで、妊婦や復帰後の女性に対するその心理的な嫌がらせ、いじめっていうふうに言われてますけれども、介護に関してのそういうケアに携わる人のいじめや嫌がらせ、そういう空気感もマタハラに、マタニティハラスメントに入るそうです。そうするとですね、これから私たちもやっぱり自分がいるってことは親があっての自分なので、誰に対しても起こり得ることなんですよ。けれども、その人が嫌な思いをして、あ、申し訳ない、申し訳ないっていう姿を見ていると、また申し訳なさすぎて仕事続けられないですってなって、やめていってしまう人が出るとしますよね。そうなると、職場に、ああ、介護大変になるとやめなきゃいけないんだっていう、変なこう、暗黙の了解ができてきてしまうんです。そうなると、
貴重な保育の人材が辞めていってしまうことになるんですよ。流出していってしまうことになるんです。これものすごい痛手なんですよね。で、また保育の事務だったり特殊なお仕事だったりするので、経験がある人がやってくださるのはすごくありがたいんですけど、いなくなると次見つけるの本当に大変なんですよ。で、やっぱりチームワークで築いてきているいろいろなノウハウってありますしね。で、そういう人たちがみんなが残業しないで、なるべく業務効率化して帰る、だらだらおしゃべりしない、で情報共有はするけど、もう何なら立ってディスカッションする、でじゃって言って帰る。まあ、もちろんご飯食べに行くときはちゃんとセッティングしてご飯行こうねって言って上がって行ってましたけどね、はい。で、そう、まあ、また有給をちゃんと取る、でそういうやり取りを見ていて、私も言っていいんだって、すいません私介護なんですけど、母の病院なんですけど、いいですか、いいですよそんなの言ってくださいよ、いつですかって、あ、この日なら大丈夫ですよ、でもここちょっと会議なんでとか、あとごめんなさいこの日だけはちょっとかぶっちゃってて、どうしても事務所がいなくなっちゃうのでちょっと譲れないんですよ、どうしましょうって、どうにかなりませんって言いながら、お互いに調整をつけるようになったんですね。つまり権利を伝えて、みんなで権利と権利のぶつかり合いになっちゃったら困るんで、そこは調整なんですけどね、権利を伝え合う中でお互いに譲り合って、相手と自分と立て合うような、そういう文化を築くことができるようになったんですね。これは何より良かったです。で、私自身も良かったのは、私は研修のお仕事を同時進行でしていたんですけれども、日帰りで帰ってこれるところは朝出勤して、昼間ちょっと相模原行ってくるわって言って、で夕方戻ってきて、なんか今日ありました、え、事件が起こったとか言ってですね、対応しながら、その後いなかった時間の分夜まで残ってもね、その日はいいなと思っているんですけれども、漏れなく島根県に行きますよとか、沖縄に行きますよとか、丸々数日間いない日があるんですよ。で、こういう日は私は有給を使ってました。なので、有給であれば誰にも迷惑かけませんよね。で、そんなわけで、あ、ちょっとこの日この時間帯いないんですけど、この日3日間は私いないんでよろしくお願いしますね、え、先生今度どこですか、え、今度は新潟とか言いながら、え、新潟ですか、お土産なんですかね、買ってきてくださいよとか言ってね、分かった任せときなんて言いながら気持ちよく出ていけるんですよ。まあ、そんなわけで有給は私もほぼ消化してました、インフルエンザ以外、はい。で、そんな形で私も取ってましたし、ベテランの先生たちもどんどん取ってましたし、あと風邪ひいて残しておくのはね、やっぱり数日ありましたけれども、どんどんみんながお互いに使い合う中で、お互いの人生を尊重し合うっていうことができるようになってきたのが、やっぱり何よりの収穫だったかなというふうに思います。はい。で、そんな中でちょっとお話戻しますけども、業務効率化っていうところなんですね。まあ、とは言っても書類いっぱいあるんですよね。じゃあどうしたらいいんですかって、はい。どんなことができるのかっていうところなんですけれども、先日ですね、島根で研修をやった時に、松江市ですごい画期的な書類を見せてもらったんですよ。保育の書類何が大変かっていうと、やっぱり子ども一人一人の顔を思い描いて、その子がどんな成長を遂げてきて今どんなところにいるのかっていうのを先生たちが思い起こして言葉に記していく、これがロボットではできない、やっぱり人間ならではのアンテナだったり成長のこう記録として残していくプロの目線が大事なところだったりするんですよね。ところがこれがあるがゆえに、なかなかやっぱり規定時で帰れなかったり要領をつかめない先生だと本当に残って仕事しなきゃいけなくなってしまうんですね。で、結構初期の頃、1年目2年目の先生たちは残ってうーんって日本語はつながらないとか言いながらやってたり、先生ごめんね、先生の日記じゃないからって、子どもの成長記録ってことは子どもが主役でどんなエピソードがあるか書くよって私も指導してたんですけれども、そのエピソードの部分をこんな風に画期的にやっていたのがありましたっていうのをご紹介したいんですが、どこだ、どこか、これかな、あった、はい、こんな感じなんです。見えるかな、焦点があるか、
ああ、見えないですね。残念。まあ、何が書いてあるかっていうとですね。はい。子供たちの何歳児何歳児って年齢ごとに成長や発達があると思うんですけども、規定のその発達の部分は、ある程度こう、項目で分かれて書いてあるんですよ。で、大体これって、他の、まあ、自治体とかで使っているものだったり、みんながこう、園で使っているものっていうのは、こう、大体同じような内容を書いてあって、で、チェックを入れた上で、それはもうね、大体その年齢ごとの指標だとしたら、埋めていくことによってその子が年齢相応の発達を遂げてますよっていうサインになってきたりするんですけども、それ以外でエピソードを書くっていうところがネックだったわけですよね。で、松江市でやってるこの書類っていうのは、エピソードは特にいりません。チェック項目で気になったところや該当する部分だけチェックを入れたら、あとはどうしても残したいこと以外はなしで結構ですっていうのがみんなに通達されているものだったんですよ。なんて画期的なんでしょう。本当にいいんですか？本当にエピソード入れなくていいの？いいの？いいの？って聞いたら、いいんですよって。いいの？どうして？だって日誌に書いてますでしょ？確かにってなったんですね。で、まあそんなわけで、まあ、日誌も書いてありますし、月間の裏に個別のね、子どもの成長の目標と結果みたいなところを書くところがあるので、確かにそこを振り返っていけば個別の記録って見れるんですよね。なぜそこを二重にやるのか。もちろん細やかな目線なんですけれども、もしかしたら削除できたのかもしれないっていうことで、ものすごい衝撃的な気づきを得ました。こんなふうにもしかすると、ねばならない、これが絶対だって思ってること、行事もそうかもしれませんし、普段の装飾、お部屋の中の装飾だったり、あとは保育の準備だったり、ここまではやらねばならないっていうふうに思い込んでいる何かが、もしかしたら私たちの中にもあるのかもしれません。これは前例だから、あるいはずっとやってきたことだから。確かにやってきたことですし、前例なんですけれども、実は当時よりも先生たちに求められる業務って抜群に増えてるんですよ。社会の変化の中で地域のつながりとかだんだん薄れてきて、で、孤立してしまう保護者増えてきてますし、保護者対応の時間も長くなってきてるかもしれませんし、まあ、いろんな社会課題もどんどん出てきて複雑になってきているわけですよね。そこでやることが増えてるのに、にもかかわらず昔と同じように必要なことやお決まりのことっていうのを残していくことによって、先生たちが苦しんじゃうかもしれません。どうですか、今保育士不足なんですよ。保育士辞められたらみんな困りますよね。いてもらわないと子供預けられないんですよ。それなのに先生たちが苦しむようなことを解放してあげませんか。少しでも保育者が楽になって楽しく、しかもピンポイントにプロの目線を生かすことができる、そういう仕組み、つまり本当に大事なことは何なのか。それ以外のこと、手放してもいいことは何なのか。ここをみんなで考えてみる必要があるのかもしれません。もしかすると行事のこの部分は手放してもいいかもしれない。もしかすると全てを逐一主任に確認するのをやめてもいいかもしれない。リーダーに委ねてリーダーが判断したらよしっていうふうにするのもいいかもしれません。なんていうふうにいろいろ効率化のポイントっていうのは出てくるかもしれませんね。というわけで今回は有給、そして残業を減らす、有給を取るっていうことでお話をしてきたんですけれども、ね、やっぱり保育現場の中で保育者が気持ちよく働ける、子どもが大好きでみんな保育者になってますので、少しでもその思いを現場にね、たくさん返してあげられるように、保育者が気持ちよく働ける仕組み作りっていうのは現場の課題なのかなっていうふうに感じています。実際私、講座の中では、研修の中では、これをワークでみんなで考えてもらったり、棚卸しをしてもらったり、ディスカッションしてもらうことによって、ああ、私これにとらわれていた、これは効率化してもいい部分かもしれないって言って、園に持ち帰ってみますっていう人がね、たくさん出てくるんですね。
なので機会があったら皆さんのお近くにもね、ぜひ行ってお話をしていきたいな、そういう考える機会を持ちたいなって思ってます。そして今ちょっと作っているところなんですけれども、オンラインでホームページの中で自分と向き合って自分なりの答えを見つけながら、なんか保育の楽しくなるようなヒントがね、見つかるようなサイトを今作ってますので、ね、ご希望の方はぜひ info@umehanarelations.com までメールをください。はい、どうもありがとうございました。あ、そうだ、これだ。はい、ウェブの学び合いクラスっていうのを今準備をしてますので、興味のある方はこちらまでご連絡ください。はい、ありがとうございました。またまた。